やはりただの人中力ではないか。カカシ、動きが鈍いぞ。なぜだ、なぜマダラのようなやつと。もう口を閉じたらどうだ。口先だけのクズは。リンが関係しているのか。俺はお前との約束を守れなかった。そう、俺はクズだ。だがお前は木の葉の英雄だ。お前までそうなる必要はないだろう。これが現実だ。託した側も託された側も、この世界で生きながらえた忍びは皆クズになる。俺たちがいい例だ、カカシ。この世界のクズを生む輪からは皆逃れることはできない。だから俺はこの世界を作り変える。ナルト、影分身か。おめえらムカつきすぎて文句が思いつかねえ。だから代わりに俺のことを一つ教えとく。俺はクズじゃねえ。この先クズにもならねえ。俺はさせねえ。俺の仲間は絶対殺させやしねえ。俺の仲間は絶対に殺させやしないよ。すまん、ナルト。オビトの言葉をお前に教えた俺が、また。ブレるところだった。オビト、かつてのお前の意志は、今でも、俺の隣にいる。今の俺にできることは、今のナルトを守ることだ。行くぞ、ガイ、ナルト。俺たちでオビトを倒す。先のために。おっ。おう。先のために。お前が人にとっての害になるようになった。俺たちはそれを排除するだろう。やってみろ。向こうの方は大丈夫なのか。まだだろ、つい。でもなんとか B のおっちゃんと二人で止めてる。なら、さっさとオビトを通して向こうの火星に行かなきゃ。随分とシャリンガンを使いこなせるようになったな、カカシ。所詮買い物の命、メッキが剥がれるのも時間の問題だ。分かっているさ。この戦いが終わるまで持ってくれればそれでいい。今度ははっきり分かんぜ。オビトを止めれば、それが10秒止めるチャンスになる。